被害防止にあの手この手です。特殊詐欺の被害を防ごうと珠洲警察署が郵便局に特別なマットを送りました。能登町真脇にある真脇郵便局に贈呈されたのは還付金詐欺など特殊詐欺の防止を呼びかけるマットです。これは珠洲警察署と地元の防犯協会が共同で作ったもので、マットには被害を防ぐキャッチフレーズ、留守電、切断、即相談の文字が書かれています。近年は ATM などの振り込みによる被害も相次いでいて、マットは早速郵便局にある ATM の足元に設置されました。被害の未然防止を図れるのではないかなというふうで、大変効果があるかなというふうに感じております。珠洲警察署の管内では今年に入り合わせて5件、総額およそ400万円の特殊詐欺被害が発生しています。そして県内での被害件数ですが、先月末までに95件、被害額はおよそ2億円です。内訳を見てみましょう。およそ4割は医療費や税金が戻ってくるなどとする還付金詐欺、およそ3割はインターネットで有料コンテンツの料金が未払いだなどという架空請求詐欺です。犬塚さん、特殊詐欺はオレオレ詐欺などと手口が以前と変わらないように思いますが、どうしてこう被害が減らないんでしょうかね。はい、2点あるかなと思いますね。まずは人間がそもそも人を信じやすいというところですね。もう一つはですね、自分だけは騙されない、大丈夫だろうというふうに思い込んでしまう点だと思います。一人一人のこの意識を高く持つということも大切なのかもしれません。また警察はですね、被害に遭わないポイントとしてこのように挙げています。電話でお金の話が出たら詐欺を疑ってほしい、犯人グループは急がせるように仕向けてくる、焦ってしまう気持ちはわかるが一度家族や警察に相談してほしいと話しています。先ほどもありましたが、被害額は2億円となっています。自分は大丈夫と思わずに疑うこと、そして相談することを守り、十分に気をつけていただきたいです。